皆さんこんばんは。土曜日夜10時は小室よりのネットでウィークエンド。はい、ちょっといつもより声を張ってみました。いつもより元気がいいですね。どうした？声を使いました。いやちょっとね、痛くて寮でどうしたと思いました。まあ内緒でね、その辺は。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ウィークエンダーはネットのニュースを拾って、解説を加えていってますけれども、本日のニュースはどんなものでしょうか。はい、はい、読売新聞オンラインによりますと、まあ、2021年1月25日の発信ですね。いやもうこれなんかな、読むのやだな。TikTok で13歳未満に広がる性被害、会ってくれないと家の前で死ぬ、と女児を脅し呼び出しと、バカなの？日本の男の人は一体どうなっちゃったんですかね。本当にバカなの？13歳未満ですから小学生ですよね。その小学生に対して会ってくれないと家の前で死ぬって、いいよ行って本当に行っちゃってって思う。本当に、まあ、勝手に死ねばって話ですけどね。言っちゃったよ、まあ、まあね、でも勝手に死ねばとも言えないですよね。このされた側は傷残りますからね、そんなことされたら。ある意味セカンドレイプですよそれ、うんうん、ですよね、うん、まあちょっと気になる中身を見ていきましょうか。はい、はい、まあ、犯人曰くですよね、 TikTok で小さい女の子を探していた、うん、気をつけてくださいね、こういう男の人がいるんですよ、うん、日本には。まあ日本だけじゃないかもしれないですけど。そうね、はい、で小学5年の女児、うん、10歳を車で連れ去るなどしたとして強制わいせつ容疑で去年9月に逮捕された東京都府中市の派遣社員の男34歳、34歳、立派な大人ですよ。もうは警視庁の調べにこう供述した。別の小学生への強制性交罪で有罪判決を受け執行猶予中だった。完全アウトだ。もう一生出さないでくださいですね、こういう人は。で、続けていきますと、 TikTok は規約で13歳未満の利用を禁じているが、ジョジは自宅のタブレット端末で母親名義のアカウントを使って楽しんでいた、うん、まあ規約からは外れてますけど、うん、別に犯罪してるわけじゃないですからね、うんうん、で母親は娘が利用していることは知っていたが他人とやり取りしているとは思わなかった、うん、なんてことを記事で書くから多分母親が悪いとかね、こういう話言っちゃうんだと思うんですけどね。まあ管理不足っていう風に言えちゃうんですかね、こういうのって。いやでもお母さんからすると、うん、やっぱりその他の子との関係性とかも考えると、うん、むやみやたらと、うん、ね、やっちゃいけないとかね、取り上げられないし、うん、子供がやりたいって言ったら、うん、やっぱりじゃあちょっとぐらいはって思うのがね、親心だったりするんじゃないですか。大臣は小学校中学校でダンスってなんか科目に入ってるんですよね、体育の。今 TikTok だけじゃなくて、うん、YouTube 自分で上げてる小学生なんかいくらだっているじゃないですか、うんうんうん、そこと大差ないじゃないですか、うんうん、いやむしろ軽いですよね、はい、うん、でその男は会いたいって繰り返し DMM を送信。34歳の男がですよ、うん、小学校5年生の女の子にですよ、うん、アホやね、本当アホやね。繰り返し DM、 会いたい、うん、会いたい、うん、でジョジは断りきれず複数回面会しちゃった後、うん、意を決して拒否すると、うん、男は会ってくれないと、もう噛んじゃいましたよ、あまりに情けなくて会ってくれないと家の前で死ぬと脅して呼び出し、うん、ホテルに連れ込んで、うん、わいせつ行為をした10歳の女の子ですよ。最低、本当に本当最低。日本男児どうしたらいいのって言いたくなっちゃいますけど、これじゃあ何を私たちは
考えていって何を防止したらいいのかって問題が山積みすぎて、うん、何をどうコメントしていいか分かんなくなっちゃいますよねこれもね。まずここの、はい、上4行を考えると、うんうん、小児性愛ですよね、はい、うんうん、完全な小児性愛で、はい、執行猶予中も我慢できなくなっちゃった、はい、これ性依存ですよね、はいはい、でここの真ん中4行を考えると、うん、じゃあさっき領事が言ったお母さんの管理が不足していたんじゃないかって感もあるけれども、うんうん、お母さんの気持ちもわからないでもないっていうこういう声が出てくると思う、ね、友達と一緒に TikTok 見たりするでしょそりゃするするダンス踊ってるわけですからね学校で、うん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 、で男は会いたい、ここもやっぱり、うん、あの何度も出てくる、うん、承認欲求っていうのの歪んだ現れ方、うん、だと思うんですよね、はい、もちろんそれだけではないかもしれないけど、うんうん、考えると、うん、もちろんねダメダメだよ、うん、ダメなんだけど今のこの日本社会においての男性の生きづらさとかっていうのも背景には見えてくるよね、うん、なるほどね、あと SNS の使い方、まあそうですね、ですよね、うん、あのお母さんたちの間でやっぱり SNS の勉強っていうのが結構今取り出されてて、はい、うん、お子さんの写真を上げるのはそれは人権被害につながりますよ、うん、はい、でもこれを知らないでお子さんの動画を上げてしまうお子さんの写真、はい、または生まれましたって言って裸の写真を上げてしまうことも、うん、はい、これは本来であればダメだよね、うん、で、そうなんですよね、うん、あのよく雑誌なんかで特集をたまにやってくれてる時があるんですけれど、こういう人たちって赤ちゃんでも浴場するんですよね、うん、裸の赤ちゃんで、うん、そこはなんていうの、うん、もうその人の中の価値観なので、うん、我々が外からダメだダメだって言ってもどうにもならない、うん、その人がその自分は小児性愛を持っている人間なんだっていうことを認識して向かい合って、うん、それを抑えてコントロールするっていうところにしか今のところ解決策がない、はい、うん、それもう少し突っ込んでいくと男の子だから大丈夫っていうのも今アウトですからね、アウトですね、うんうん、小児犯罪、うん、子供に向けた性犯罪っていうのは結構男性多いですからね、うん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 、男性というか男児の被害が多いんで、うん、で実はまあ増えているという広がる性被害っていうタイトルで出てた以上一件じゃないんですよ、うん、はい、でパターン的なものがあるらしくて、はい、TikTok に子供がダンス動画を投稿しているとまず最初かわいいねって動画を褒めてすり寄ってくると、うん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 、でその先に、うん、会いたいはまあまだ分かりますよ、うん、下着写真送ってって意味わかんないですよねこれ。ここってさ、はい、金銭の授受ってあったりしないんですかね、お小遣いあげるとかってだったりしないのかな。それですね、ある例でこの先ちょっとパターンが出てくるんですけど、これ熊本のケースなんですね、はい、巻き込まれる犯罪数過去最悪って書いてありますけど、これは一例です、熊本県警は19年1月、うん、熊本神奈川埼玉の小中学生10歳から13歳、複数ってことですよね、うん、に裸の動画を送らせたなどして自衛官の男23歳、はい、自衛官立派な仕事ですよ、関係ないよね、うん、職業ってねですね、うん、はい、を児童売春回春っていうんですかね今はね、うん、児童ポルノ禁止法違反容疑などで逮捕した。これです、金銭じゃないんです、 LINE のスタンプをプレゼントすると言って、うん、DM を送る、うん、見返りとして下着姿の画像を要求。ああ、需要と供給が合致してるんですね、スタンプ欲しい、うん、買って欲しい、でも限られてる中で買ってあげるよ、うん、その代わりあのここに関して言うと私あの親御さんも多分鬼滅の刃のスタンプとかお金かかるからダメとかいうのがあるんだと思うんですよね、うんうん、それぐらい買ってあげてねとか思うところはあるんですけど、昔よく感じたのがあの中高生だと文言作るじゃないですか、はい、
でその門限に遅れないために、うん、駅からもうものすごいスピードで自転車飛ばして帰ってくるんですよギリギリまで遊んでるのか。事前にちゃんと電話入れとけば10分15分遅れたっていいから、うん、危ねえからそんな事故るような乗り方しないでくれって言ったことあるんですけど、うん、割と大人の人ってそっち厳しく言っちゃいがちなところあるじゃないですか。制限かけちゃう方に厳しくなりがちなところがあって、うんうん、だからまあこういうところの抜け穴とか作れられちゃうのかなっていうのを少し感じたりするんですよね。うん、うん、まあ、だからといって LINE スタンプで下着送っちゃうのもどうかと思いますけど、まあ、まだ10歳ですからね。物が欲しいっていう欲求と下着っていうところが価値が同じってことでしょ。うん、うん、子どもたちへの性教育の足りなさっていうのもここから分かりますよね。うん、そうですね、うん、あくまでプライベートゾーン、はい、プライベートパーツは自分のものであって、うん、自分が大事に思う人にしか触らせてはいけない、はい、親でもダメだっていうのは、うん、もうこの年齢ではっきりと認識しておかせないといけないですよね。はい、で、ジョジラが送ってしまうとその画像を拡散すると脅して裸の動画を求めていた。これ熊本のケースですね。うん、で同2月女の子になりすまして、うん、小6の女児に連絡し裸の写真を送らせた小学校教諭ですよ。はい、先生、ね、多いですよね小学校の先生こういうニュース。そう見ちゃうと、うん、小学校の先生になりたい人っていうのは、うん、じゃあ小児性愛を持っている方の候補になるのってなんかうがった見方しちゃいますよね。本当そうなりますよね。でもまあどの職業の人でも候補にはなるんだろうと思うんですけど、うん、ただやっぱりこういう問題行動を取りがちな人って、うん、あの統計取ってる人から聞いたことあるんですけど、はい、弁護士、警察、小学校の教頭レベルが多いって聞くのは聞いたことはありますね。痴漢加害者と似てる、うん、痴漢加害者って、うん、40代の、うん、年収が、うん、まあ、5、600万で家族がいて、うん、大卒、4大卒の、うん、いわゆる一般的に考えられてる成功ラインに乗ってる方だっていうの、なんか同じですよね。そこじゃないだろうって思われるような人たちが実はそういう欲求を持ってるっていう、うんうんうん、ですね。でその教諭を奈良県警が同容疑で逮捕。去年11月には中1の男子生徒を呼び出して、出ました男子生徒、うん、乱暴した千葉県松戸市立小講師の男29歳を警視庁が強制性交容疑で逮捕した、うんうん、まあ一部ですけどね、はい、うん、で SNS で児童が巻き込まれる犯罪過去最悪の件数が、まあ、記録されたということなんですけども、被害の大半は性犯罪でしたと、うんうんうん、で統計によると SNS をきっかけに犯罪に巻き込まれた18歳未満の児童は2082人、ツイッター807人、ひまぶって私分かんなかったんですけどすみません、307人、ひまぶ、うん、インスタグラムが120人、だからインスタグラムばっかり多いわけでもないんですよね。やっぱり13歳で規制をかけてるっていうところが多少はそこが影響してるのかもしれませんけれど、うん、でも被害の大半は性犯罪であったと。うん、話してるだけで疲れてくるなこれ本当ですよね、本当に疲れてくる。うん、やっぱり SNS の考え方って変えていかないと本当ダメですよね、うん、はい、便利だけではもう。ちょっとこんな本をご紹介したいなと思って持ってきたんですけど、はい、これ去年の8月から10月にかけてかな、うん、改訂をされた国連、まあ、国連って私あんまりそんなに基本的に好きじゃないんですけど、うん、WHO とかユネスコ、うん、ユネスコがまあメインで編集してるんですかね、出している国際基準の性教育ガイダンスの本なんですね、はい、これが約何十年ぶり30年ぶりぐらいで、うん、去年改訂されたんですよ。30年、うん、それでもおかしいです。はい、そうなんです。でまあ新しくなるっていうね、前のやつはもう古くなりすぎちゃってて手に入らなくなってたんですね。で改訂版私買って読んでみたんですけど、まあ、段階的に
性教育は5歳前後から始めると、はい、うん、で段階的にネタに合わせて5歳から9歳、9歳から12歳、12歳から15歳、15歳から19歳っていうふうに、まあ、こういう教育を段階的にやっていきましょうというのが書いてあるんですね。私これはある YouTuber の方から教えられて早速読んだんですけど、買って、はいはい、うん、もしこういう教育を日本でも段階的に5歳の頃から受けられていたら、うんうん、私が過去に、まあ、女性に対して申し訳ないことをしたなと思う案件がいくつかありますけれど何のカミングアウトですか、これは何ですか。ありますけれど、おそらくしなかったと思います。あ、それは読んでみて初めて気がついたことだったんですね、はい、はい、だから大事だなって本当に思いました。 SNS のことなんかももちろんそうですけどね、うん、はい、だからその女性に対してどう見るかとか、うんうんうん、どういう感覚を持って接しないといけないかとか、うん、あと、まあ、私これ読む前に聞いてすごくショックだったことがあるんですけど、まあ、今AV とか見てると、まあ、生で中出しとかすごいいっぱい出てますよねっていうところ番外編の時とかに言いましたけど、はい、女性が妊娠するっていうことがいかに大変なことなのかって男性は多分全く分かってないですよね。分かってないですね、はい、はい、あるセミナーで私聞いたのが、胎盤って臓器ですよっていう話で、でしかもどれぐらいの大きさがあるかっていうと男性の膝ぐらいの大きさがある。うん、出産をするとその臓器が女性の体の中からぬるって出てくるんですよ、剥がれて、うんうんうん、その状態がなんて言うんでしょう、大したことない状態なわけないですよねっていう話を、これ男性の講師からされたんですけど、うん、いやそんな大変なことなのかってすごく思ったんですね、うん、でその後で、まあ、その若年妊婦の問題で活動している方たちと知り合うようになって、まあ、そこでこんな問題が起きてる、こんな問題が起きてるっていうのをいろいろ話聞いて、ちょっとこれは日本やばいなと思い始めて、うん、まあ、こういうのに本なんかにも興味持って読ませていただくようになったんですけど、うんうんうん、まあ AV のね、悪影響っていうのが小室さんのその、なんて言うんでしょう、まあ、私が伝えているところではそこが主に、うんうん、はい、っていうところであると、男性側の意識がまず女性に近くなっていってくれないと、うん、この問題って絶対なくならないかなって思っていて、よく大人の性教育が必要だって言われるじゃないですか、うん、はいはい、ただもうおそらくですね、うん、60代の人は無理じゃないかと思うんです。あ、そこはね、うん、難しい、ぶっちゃけ難しい、うん、はい、うん、だからこれから中心になって社会に立っていく人たちにだけはせめてまともな感覚で育っていってほしい、うん、で割と若い人たちちゃんと知ってるんですよね。知ってる、うん、うん、僕らの世代より若い人たち10代20代の子たちの方がちゃんと性に向き合ってるんですよ、うん、知識として持ってる、うん、はい、うんうん、っていうところでちょっとね、そう、大人恥ずかしいぜと。そう、その10代20代の子たちが間違わないための教育と知識を持っているのを積んじゃうのが我々40代50代の性の情報が足りなさすぎる世代なんですよ。だそこをティーアップするために私たちはもう一回性の知識を取りに行く必要があると。自分たちのためじゃないんです、これ、はい、未来の子どもたちの土壌を守るためなんですよ、うんうん、そうなんです。そう、自分たちのためだと思うから足が出ない、うん、手が出ない、はい、うん、じゃないんですよ、うん、ま、未来を守るための性教育をもう一回やりませんか、うん、っていうのが大人のための性教育です、はいはい、これ見て恥ずかしいなと思った方々ね、今からでも絶対遅くないと思うんで、うん、ぜひ読んでみていただきたいと思います。ネット上にもいろんな情報出てますよ。でこの性教育の問題って単にセックスだけの問題じゃなくて、うん、HIV だったりとか、うん、性感染症だったりとか、そうそう、ジェンダー問題とか、うん、性差別だったりとか、そういう全てに関わってくるところですからね。関わります。だから、はい、やっぱ日本ってちっちゃくて性教育っていうと、うん、妊娠、出産、性行為、うん、まあ、性感染症も入ってきますね、うん、ここしかやっぱフォーカスされないっていうのも、うん、世界から遅れてる一つの要因になってるとは思いますよね、うん、はい、うん、
といったところで、またマジかよって顔で今日見られましたけど、今日もいい、まあ、思いながらでも、まあ、一言でもいいのでどうかまとめていただければと思います。わかりました、はい。インターネットって本当に子どもから大人、はい、本当に何、生まれたその日から行くその日まで、はいはい、使えるものだと思うんですけれども、うん、使えるからこそさあの、ね、違うところでも言いましたけど、間違わない知識というのを私たちはこれから取っていかなければいけないのではないかなと思います。以上です。はい、お疲れ様でございました。重かった、今日重かった、それでは今週の小室由里のネットデイウィークエンダー、ここまでといたします。また来週。お疲れ様でした。重かった